熱い戦いを期待してます。戦始まりました、解説をさせていただきます指宿雄穂です。よろしくお願いします。ジャッカルティモンの社員鈴木こと鈴木正人です。よろしくお願いします。お、木村さんはもう早速1投目でかけてますよ。さすがですね、早いっす。結構重めのスプーンですかね。重いね。結構大きいっすね、あれね。でこの釣り場のチーフの小川美香選手、はい、ここから多分僕は美香さんと呼ばせてもらうと思うんだけど、はい、やや軽いかな。そう、木村さんよりはですね、木村さんよりちょっと軽いスプーン使ってる感じですね。バイトは出てます。あ、引いてるレンジが違うね。そうですね。でところでこの解説させていただいているこの2名といえば、はい、ご覧いただいた方もいると思うんですが、そうですね、前回の平屋湖で、はい、こう同じように YouTube に上がってると思うんですが、はい、そうですね。もうこれあのいろんな意味でこの前はどうもいやこちらこそありがとうございました。ボコボコにやられましたが、いえいえいえ、お小川さん釣ってますね。これで今どうってんですかね。今んところは、あ、糸をたるんだ、押されてる。活性高い感じですね、これね。前日放流で一晩分馴染んでるんでね。はい、バラしたバラした。バラしました。あの、親しみを込めて、多分美香さんいじっていくんで、僕は。了解です。まあ、平屋子さんとサンクさん比較して、どうなんですかね、釣り方とか。まあ、そもそも池の規模と、ね、はい、水質も違うんであれなんですが、そうそう、基本サンクの方が放流からもう魚がゆっくりめですよね。はい、ああそうですね。自分も実は金曜日ちょっと釣りをさせていただいたんですけど、うんうん、結構スローな感じを受けました。でスローだけど魚は元気っていう、はい、そうですね、はい、ハマると爆裂的な、そうですね、なかなかちょっとややこしいというか難しいけど、はめたらすごい。そう、試合としてはすごい面白いですね。そうですね。あの平屋湖のイケイケの釣りも大好きだけど、はい、ここでね日が差してきてすげえ眩しくなってきた。いやもう今日天気がちょっとすごい変動が激しくて、曇ったり雨降ったり晴れたり、まあ、昨日の雪もまだ、ね、日陰は残ってるし、はい、なかなか選手の皆さん大変だと思います。お、美香さんがね釣りがハマってきてるですね。ここに来てスプーンのサイズ感が影響してるのかなって感じですね。ま、俺だったらあれぐらいを投げる。あ、木村選手の3方のウェイトってことですかね。美香さんの方のウェイト。ああなるほど、まあ、多分僕もそっちだと思います。確かにねちょっと重い方がイージーには取れるんだけど、はい、
バイトの数がね、そうっすね、多分変わってくると思うんで。今露骨に違いますもんね。でもね、重いのでボコハメしてくる人もいるから何とも言えないんだけどね。はい。ね、このちょっと最初のピークが終わったかなってところで。そうですね。この間の平谷湖の対戦、はい。はい。あれぶっちゃけ。もうやってやったぐらいの感じでしょ。いや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 、もうあのマイスターを取られる皆さんの強さを知ってるので、いやいや、3匹とかの差は決して差だと思わずやってました。もう結果その差が全く生まれず、綺麗に3匹差で私は負けたわけですが、いやもうあれはまああのプラも結局入れずに、うんうんうん、あの他の大会出た時に状況を掴んでそこを引っ張っていった感じですね。ねえ、あの何も考えてなかったら負けちゃった感じ。何やってんだみたいな。いやいやいや。でもその後さすがに敗者の決勝まで行かれて、僕はさすがだなと思いました。いや、敗者軍をね上がれればかっこよかったんだろうけど、それで、はい、決勝でまた。僕はもう早々に2回戦で負けてしまいました。あの後、でも試合ってそういうもんだよね。はい、おっというか雨が降ってきた。雨が強くなってきましたね。この変化にどう対応するか。おっ、美香さんがタックルを持ち替えて、ウェイトは同じぐらいかな。そうですね。あ、P だ。もう、はい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 、当たったらガチッとかけにいっちゃう感じのタックルセットですかね。はい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 、その感じね。これ天気がこれ解説する我々も辛いですね。辛い。そして両手が塞がっててフードかぶれない。かぶれない。辛い。これびちょびちょになるやつですね。で両者多分ちょっとレンジを下げてってるのかな、ね、最初よりは。で、途中でまたレンジ落としたり、いろいろ小技を使ってますね。おお、さすが。これ、ね、美香さんは釣り場のチーフさんなんで、はい、3個知り尽くしてますからね。そうですね。あー、バレていく。おっと、これいじりどころかな。バレていく。あれ撮ってればすごいかっこいいのに。木村さんが着々と木村選手が数を伸ばしていきますね。まだ結構強い。うん、まだ重いし。そうですね。あれではめていけるとね、はい、強いは強いですよね、うん、あれではめられちゃうとちょっと小川選手分が悪いかなって気がしますね。2グラム台の後半とかではめられるともう手がつけられなくなるんですね。まあチャレンジといえばチャレンジだけど、ね、はめれるかどうか、まあ、失敗すると当たりが減ってしまうので、はい、そうですね。まあ前半それで引っ張って外しても後半でリカバリーできればいいですけど、うんうんうん、おそらくその水温的にバタバタバタっと釣れて収束していくというよりはずっとポロ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 釣り続けるような感じになると思うんで。そうですね。おお、いい当たり出てるな小川さん。これでも P なんでちょっとバレやすいじゃバレやすいですよね。悩むところかな。このタイプの放流、俺だったらエステルでやるけど。ああ、そうですね。僕もエステルでやりますね。こうちょうど美味しいとこ取りというか、いいところというか。そうですね。もうなんか PE でやる理由があるんだろうな。ちょっと気になりますね、理由がね。
試合が終わったら聞いてみよう、はい、なんで PE をセレクトしたのか。でまたちょっと風とか出てきちゃって、そうですね、キャストが3区の放流ってできれば意図見ときたいんだよな。あ、そうですね、あの昨日準優勝された浩二さんも伊藤をめちゃくちゃ 見て釣りをしてたという情報を伺ってます。重要な木村選手、いつの間にかルアー変えてる？変えましたね、変えました、ね、結構一気に軽くしたようなですね。でも色は相変わらず派手と、はい、まだセカンドに入れてないですよね。お、どうやら木村選手針が折れてたそうです。あら、でも あまりに緊張してたりするとね、はい、折れた針気づかずに投げ続けたりするから。いやそうですね、僕も結構あります。もうそこで一投で気づいて交換できるんで、はい、なかなかの手だれかな。そうですね。おお、お、新しい針で一撃と。一撃ですね。針を変えただけでなくルアーも変わってますね。白金系のカラーに変わってます。いいね、あの強気な色。そうですね、ああいう釣りで釣れると楽しくていいですよね。ここ途中でちょいちょいアクション入れたりなんかして、両者両選手ヒットですね。そして両選手キャッチ。前日のペア戦と違ってやはり放流がすごい効いてますね。いやー、多分マネージャーの安藤さんがドバッと入れてくれたんでしょう。さすがです、やる気満々だったんで、ね、昨日の入れ方も。美香さんな、当たりはすごいいいのを出せてるんだけど、はい、ちょっとスコア確認してくる、はい、ただいまゆうほさんがスコアを確認しに行ってくださってます。今見に行った時で 6-6 で同点。お、同点、いい試合ですね。え、両者強めのスプーンの巻きで、はい、いいな、いいですね、いい釣り、いい試合。これ結構着地13本とかいくっすかね。どうかな、もっといく、ペース的にはそれぐらいはいきそうだけど。そうですよね。でなかなかね、状況的にも、はい、すぐにペースが落ちるような感じじゃないと思うんで、割とこうミスったらやばいよっていう、シーソーゲーム的な、はい、一匹が重要になってきますね、うん、でビビってウェイト落としてもダメだろうし、そうですね、お互い相手の出方見つつみたいな感じになるのかなと、はいはいはい、ですね。木村選手はね、すごいなんか姿勢から何からでいい釣りしてんすよ。おお、やっぱサンクさんを知ってるんですね。こうそれこそあのサンク、さっき伺ったら、はい、サンク平屋あたりホームだっておっしゃってたので、うん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 、知ってるんだな。知ってます、ね、知ってる対決なんだ。はいはいはい、これなかなかやはり見応えのある試合です。なかなかいいカードかなと、はい、小川選手は
はい、とかあるけど、なんかミカさんちょっとおちゃらけてきたんじゃないの。おっとか言ってた。バイトが出てるんですけど、なかなかヒットに持ち込めないですね。結構ミカさんは下目下目で、なんなら落とし直したりとか。そうですね。で対する木村さんも多分下目ではあるんですけど、はい、巻き続けて、うん、巻き続けてそのベタベタをやってくるというよりは、はい、下目、そうですね、下じゃなくて下目、下目だ、そうですね。もうね、もう前日放流ってなかなかね、はい、馴染んでるからイケイケだぜって考え方と、はいはいはい、一晩寒いとこにいて動きづらいぜって考え方とあるんで、はいはいはい、今日どっちかなみたいな。そうですね、今日これどっちかな。あー、もったいない、これ痛恨のバラシか。痛恨のバラシ。さあ残り3分です。前半終了まで残り3分となって、小川選手一気に軽くした感じですかね。もうね、手前の、あ、やっぱりさすが、この辺に溜まってんのよと。どんなもんだと、チーフさんだぞと。そうそう、さすが、この辺り僕は多分そこまでたどり着かないというか、そこに手が回らないと思います。なかなかあそこまで一気に辛くするっていうのは本当に知ってないとできないかな。そうですね。食うか食うか、結構あの辺で当たったりするんだよね。そうですよね、手前の手前、サンクさんめちゃくちゃ手前で当たりますもんね。でもその一番美味しい手前の手前2メーターぐらいが、そこだけ日が当たってるという、はい、あれいいのか悪いのか分かんないけど。そうですね、どうなんだろう、あの影から出たくないっていう魚が、多そうですよね。おお、当たってる当たってる。ね、ちょうどあの島の左側、はい、もうすでになんか影みたいになってるけど。そうですね。あれもなんかちょっと気になる。お、手前だ。手前。すごい目、もう本当。足元でヒットしましたね。あるんだよね、あれ、サンク。なかなかあそこでヒットする近藤さんってないですけどね。だってあの普通に遊びに来て、はい、電話しながら糸チャピチャピしてたら、はいはい、普通に足元で食ってたんですよね。この釣り場ってすごいっすね。さあ残り前半30秒です。うん、まあ両者いい釣りしてて、そうですね、まあ、拮抗してるような感じかな、はい、釣りの質は同じようなことやってたのが一気に変わったけど、変わりましたね。今釣り的には小川さんが優勢かなって感じですね。バイトの数と、はい、前半戦終了しました。前半終了したところで途中経過をしっかり確認してこようかなと、はい、87でミカさんが1本リード。ローテーションしてどうなるかな。そうですね。